ーチ・よさこ泣いナイター第8競争は A 級3組のマイル戦、柴田正人協賛、柴田正人記念特別、イン馬3頭を含む8頭立てです。JRA の柴田正人調教師、主時代には1767勝、93年のウイニングチケットでのダービー制覇は、ダービージョッキーという言葉がどれほどの重みがあるかを我々ファンにも教えてくれた勝利になりました。 1988年には JRA の全国リーディング。G1 級は15勝。美保新さん、フレッシュボイスなどでの活躍も記憶に残ります。そして先日は天皇賞春。真デシの石橋周期氏が天皇賞ジョッキーになりましたよね。ビートブラック号での制覇でした。人も育てる柴田正人さんの記念特別ということになります。 昨りまではあと30分ちょっとというところです。まだ明るさは十分に残っている高知競馬場。マイル戦の A 級3組、8頭立ての競争。3連単の人気は、3番、7番、5番という組み合わせで1番人気。A シン・サニー・デー、7番、ダイワ・トリビューン、5番、マチカネ・ドー,ドーその後に4番のスイングベルが続いて上位人気を形成しています。 自ら行く形を見せるか3番の衛ンサニーで。さあ、ここで第8競争、ファンファーレを迎えます。 さあ、ゲート入りは4頭収まっていまして、5番の待金堂々。6番のと佐みず展開ハマれば一足という場が揃った一戦ですが、人気の中心3番栄心サニーデーが向かいます。8番のレイクサイドカフェ。これが最後に向かって、第8競争、柴田正人記念特別。体制整って、 スタートしました。8番のレイクサイドカフェ、コースタートを見せましたが、何が行くか。1番のレッドスポーツカー。そして2番手には、外から4番のスイングベルが上がります。遅れて2番審査、今上がってくる3番の、A、シンサニーデート、外は8番のレイクサイドカフェ。その後2番審査、中段後方に3頭固まって、7番大和トリビューンが外目。1周目4コーナーから直線。うちには5番街金堂々と、最内か2番のプラウドイーグル。遅れて2番審査、6番トサミズキが最後方です。 ペースは落ち着いているか全体は10馬身ぐらいですが、1番のレッドスポーツカーが先頭に立ってリードを1馬身半ぐらい取っています。2番手にスイングベル、エーシンサニーで3番手で1コーダーのカーブ、1000メートル標識39秒5で通過しています。ペースは目に見えて落ち着いています。1番のレッドスポーツカーです。西森正治でリードが2馬身ぐらい。 2番手で4番スイングベル。さらに2馬身差3番エーシンサニーデーが3番手800を切って。1馬身半差5番待ち金堂々4番手。その後8番デイクサイドカフェ。内から上がっていった6番トサミズキ。さらに2番のプラウドイーグル最内。最高峰動き始めた7番のダイワトリビューンです。600を切って。各馬が3コーナーのカーブに向かっています。全体は1 23馬身だが、ペースを上げた1番デッドスポーツカート。外から4番のスイングベル。 今日3勝の宮川稔が先頭に変わります。あとは4馬身ぐらい開いて、栄進サニーでー3番手400を切った。と佐水ずが打ち、外から8番レイクサイドカフェ。その後は5番の町金堂々で第4コーナーのカーブ。先頭スイングベルがリードを3馬身と開いている。2番手外からスーッと伸びてくる8番レイクサイドカフェ。4コーナーカーブから直線200を切って。 スイングベルが先頭。を追ってきたのはエーシンサニーデーとレイクサイドカフェ。内からは6番トサミズキが差を詰めてくる100を切りました。スイングベルにエーシンサニーデーが迫ってくる。この2頭の競り合いと変わった。外からエーシンサニーデー、並んできてゴール。あとの3番手は8番レイクサイドカフェか。そのうち6番トサミズキも差を詰めています。3番のエーシンサニーデーと4番のスイングベル。残り100メートルはこの2頭が抜けての一騎打ち。 上がりの800メートル53秒5、600メートルは40秒7です。逃げ込みを図る4番のスイングベルを、ゴール前3番栄心サニーデー、上田正史騎手捉えたか。ゴール前のスロー VTR、3番の栄心サニーデー、上田正史19勝目、平和と旧車10勝目、2番手に4番スイングベル。 3番手8番、レイクサイドカフェ。その後6番の土佐ミズキ4番手です。上がりの800メートル53秒後、600メートル40秒7。第8競争、柴田正人記念特別。確定までもうしばらくお待ちください。